はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、あの元ね、欅坂46のね、不動のセンターだった、まあ今はね、その女優さんとかね、まあ、歌手で活躍されてる、あの平手友梨奈さんっていらっしゃるじゃないですか。あの人のね、お肌の美しさを調べてたんですよ。でね、なんとなくなんですけども、その病気を患った人間の観点からね、こうグッと迫っていけそうな気がしたんでね、お話ししていきます。平手友梨奈さんはですね、日本の女優でモデルで歌手でダンサーであり、女性アイドルグループ欅坂46の元メンバーであると。で、愛知県出身で、身長163センチで、血液型が O 型、シード&フラワー合同会社所属、愛称はテチ、生年月日は2001年の6月25日、19歳とね、ウィキペディアに書いてありました。まあ、その彼女の美しさの秘訣はですね、まあ、というかまだ19歳なので美しいのは当然なんですけどもね、まあ、その秘訣というのはですね、薬を塗ることだそうです。意外でしたよね。大体そのタレントさんやね、その女優さんっていうのはエッセイに通ったり、ジムに行ったり、そのスーパーフードで栄養を取ってるだけだよっていう感じなんだそうなんですけども、で彼女の場合っていうのは元欅坂46だったということで、ダンスをしてたんでね、まあ、それがね、ジムの代わりになっていたんだそうなんです。でそしてまあ特別にね、そのエッセイに通ったりもせずに、スーパーフードしか食べへんとかもせずに、もうストレスが溜まるので、その食事制限すらもほとんどされてないようなんですよ。でもその美貌を語る上で強いて言うなら、まあそのお肌にね、薬を塗ることなんだそうです。で最近はね、そのまあ皮膚科にちゃんと行くようになったらしくて、まあ、結局それがね、あの美肌の近道で、まあ、いろいろ試したけど、ちゃんと皮膚科に行くのが一番良かったそうです。なんかもうごもっともですよね、という感じで、まあグーのでも出ませんというのはこのことなんでしょうね。でまあ、きっとね、その皮膚科の先生にそのまあ今のお肌の状態を診断してもらって、症状に合った塗り薬をね、まあ、処方してもらってるんだと思います。まあ、思いますというかね、まあ、病院に行ってるからそうなんでしょうけど も、まあ、でもその辺はまあ女優さんじゃなくても一般人であってもね、まあ、同じことですのでね、まあ、そんなね、まあ、皮膚科なんですけども、無理やりやな、まあいいか、皮膚科なんですけどもね、皮膚の病気を見てくれることもまあ皮膚科やし、美容針とかね、シミ抜きとかあるじゃないですか、あれも皮膚科やしね、皮膚科っていうのでくくったら同じ皮膚科なんですよ。で外科もそうですよね。怪我をしたり骨折したらね、外科で見てもらいますし、美意識に基づくその人体の見た目っていうのの改善を目指す、まあ、臨床医学の一つとしてね、美容外科というのもあります。まあ、このようにね、くくらなければたくさんの専門があるんですけども、まあ、そんな専門的な先生のことを専門医と言いまして、今ね、その日本全国で医師はね、約32万人いますが、まあ、そのね、約32万人の中で皮膚科や各科の先生としてこう分けられています。でその皮膚科の中で皮膚科専門医っていうのは2019年の10月の時点で、約7000人しかいないんです。で皮膚科専門医になるためにはまずですね、医師免許を取得して、まあ、これ当たり前なんですけどね、お医者さんになるためにはね、医師免許を取得して日本皮膚科学会っていうのに入会します。でそして指定された大きな病院で、まあ、5年以上勤務して、でその間に、講習を受講したりとか、で学会で発表したりとか、論文を発表したりとか、手術の実績などのね、経験をこう積み上げて、で指定された単位を取得することで皮膚科専門医認定試験を受けて、それに合格しなければなりません。まあ、取得後もね、その皮膚科専門医っていうのをね、更新するために、なんかね、車の免許みたいですよね、更新でね。でその免許をね、免許じゃないわ、皮膚科専門医っていうのを更新していくために、所定の単位を取得して、まあ、一定の皮膚科の診療にね、従事する必要があります。まあ医師免許があればですね、まあ、その皮膚科専門医以外の医師もその皮膚疾患のね、この診断をね、まあ、診療をねすることが可能なんですけども、皮膚のね疾患っていうのはね、すごい種類
も多くてね、まあ、見分けが困難な場合があってですね、診断治療っていうのが困難な場合も少なくありません。いやだってすごいんですよ、あのね、皮膚疾患の病気のね本をね一度ちらっと見たことあるんですけどね、こんな分厚い本にですね広辞苑かっていうようなぐらいの本にですね、もう全部ねオールカラーでね、その皮膚疾患の写真がねいっぱいプラプラプラってめくっていったらねあるんですよ。これ全部覚えなあかんねやと思ったらね、うわやっぱすげえなお医者さんってね思いましたね。でまあそのご自身でねそういうね皮膚疾患とかお調べになってね、まあ、民間療法でねその解決できればいいんですけども、まあ、それでも解決できない、まあね、皮膚疾患でのお悩みやねお困りのことがありましたらね、まずはお近くの皮膚科やね、まあ、総合病院などのね皮膚科専門医をね、ご相談されることをねお勧めします。でもねご自身でお調べになった民間療法っていうのはきっと体にいいことを調べたと思うんですよ。だからね絶対体にいいことだと思うんで、それを続けつつ皮膚科とまあ、両方からね攻撃をして皮膚のお悩みをね解決していってください。そんな感じでね、美肌の秘訣は皮膚科に行って薬を塗るというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。